こんにちは、ちょうかこんばんは。今はもうちょっと夜遅いんですけど、正直疲れてます。疲れてる日楽に丸、今日も頑張ります。今日はですね、じゃじゃーん、アマダイ。これはアマダイはキアマダイ、アカアマダイ、シロアマダイ、主にこの3種類いますけど、一番高級なこれは白アマダイになります。型もですね、ちょっとこう見て分かる通りちょっと小ぶりなんで、今日はですねこれは自分でさばいて食べてみたいと思います。実は、俺はほとんど包丁は握りません。普段はですね、うちの嫁ちゃん、あとクラさん、この2人が中心になって魚をさばいているんで、めったに包丁を握らない俺がどんだけ魚がさばけるか挑戦したいと思います。それではいいけん、別にこれパクリやね、完全にパクリやそれ魚屋の森さんのパクリ。まあいつか本当森さんにさばいてほしいね、うちの魚も。今日はこのアマダイで、片面は炙りのお刺身、と片面は松笠揚げ、鱗揚げですね、それに挑戦したいと思います。刺身で食べる方は鱗取っていきます。うまくさばけるかな。で、鱗を片面だけ取ったら綺麗に洗います。やる気さえ出せば魚をさばけるところを見せたいと。そしたら、最初頭をします。鱗がある方は包丁が入りにくいので気をつけてください。なんか頭は薄いものとか酒蒸しにしたら非常に美味しいらしいから、気が向いたら挑戦しようかな。あとこの内臓、よっしゃ。ちなみに今日のカメラマンはうちの自慢の三女です。どう、撮れてる？ちゃんと、うん、顔出し NG らしいです、可愛いのに。だからまず、俺はこっちの下やな、この真ん中のところまで入れます。そしてこの腹骨、ここをそしてパシン。どう、まあ、素人の割には上等やろな。こっちは鱗なしの方のお刺身用になります。でこれで、あとこの腹骨のとこをこの裏包丁逆手包丁で身からこう剥いでやる。剥いでここに引っかかるようになったら、ここをこの骨に沿って、もう本当は水分が多くてね、身が柔らかい。だからあんまり下手に使ってここで水でゴシゴシ洗ったりすると、せっかくの美味しい旨味が逃げてしまいます。まあこんな感じでですね。こっちがお刺身用。鱗がついてる方は、包丁がなかなか入りにくいので、一旦この切りたいと思ってる縁側をおう、危ねえ、切れ目を入れてやります。ギコギコギコってせんと鱗が切れにくい。こっちわからんくなったよよし、ちっちゃいけんね、まだね。この
腹骨のところが、よし切れたかな、ね、でこの、まあ、こっちも、まあ、こっちも浮いてるね。こっちが若さ揚げ用の鱗付きの方です。骨抜き、これですね。もう俺が一番大嫌いな作業なんだけど、よいしょ、ここ見て、見える、うん、この強いですか、ほんと刺さる、周りの身を押さえながら一本ずつ取っていきます。綺麗に取った方が安心して食べれて美味しいかな。でこっちが鱗付きの方ですね。これも頭を右側に向けて、こんな感じで出来上がりました。あとはこれ切っていきたいと思います。 1,2,3 3つか、よし、これでこっち鱗があるんでゴシゴシして切ります。でこれでまあ鱗がね、あとついてくる分はしょうがない。鱗本当なかなか簡単には切れません。よし、押さえ込んでザクッとザクッと切る。この断面よし、これは松笠揚げよう。じゃあ先に、炙りの刺身、こっちからいきたいと思います。俺はどうしよう、こうかな、こうな、で皮を上にで、こんな薄くそぎ切りとかもあるけど、炙る場合は若干こう肉厚になるような、どっちかちょっと俺このな、何切り、いや分からんけど、ちょっとに厚みが感じれる方にした方が美味しくなるかな。特に甘鯛はこの身が柔らかいんでね、あんまりこう薄く切っちゃうと食感もなんかダメになりそうな気がして、こんな感じ、身がなるべく見えずに皮面だけを並べます。このバーナーで炙っていきたいと思います。はい、寄らずに寄っていく。おっしゃー、速攻油浮いてきてる。もうこれ完全にうまいやつやね。今これくらいですね、ちょっと焦げ目がつくぐらいでも、この中の方は火が通らない、上だけね火が通る状態で、それでお皿に、あいなかもう油がにじみ出て、お刺身の完成。だから松笠揚げ、今回ですね、もうあえて下味もつけずに、上から、皮目の方で9割方熱を通すらしい。うろこ食べれるのかな、本当に。で一旦こうやってね、うろこが
立ってしまうと見れる？こんな感じでだいぶもう大丈夫らしいけどね。これでどんどん火を通していきます。身ひっついたやん。あ、これいかんかった。こっち失敗した。鱗の方に集中しすぎて失敗した。次は片栗粉つけてみました。片栗粉つけたら鱗浮かんな。だからこっちつける気なかったっちゃけどね、失敗してこっちに思わずつけてしまった。なんかこれムニエル風になったね。これは揚げもんやね。ただ揚げもんやね。これ松笠揚げじゃねえよ。なんか松笠揚げて、まあ、鱗揚げ、この鱗が立って松ぼっくりがにみたいになるから、なんか松笠揚げっていうらしい。まあでも身はふわふわやろね。これもうなんか揚げて熱持って水分が飛ぶと同時に身もなんか膨らんで、これ完全にうまいやつよね。これ松笠揚げ失敗バージョンね。他のチャンネル見よったらこうやって鱗を立ててやるとより立ちやすいとか言ったけどね。ほら立ってきた。何個で立つと、でこれをよいしょ、多分うまくいってるはず。真ん中上がらんかったな。よっしゃ、まあいいや。はい、こんな感じで松笠揚げ風になったかな。完成です。これ1個だけね。これ1個は上手にできる。いただきます。もうまずはね、このもう完全にうまいと分かりきってる甘鯛の炙り刺し。わかるかな、この油。はい、いただきます。うん、もうこの香ばしさとね、この身が柔らかいのにもちもちしてる。もうそっからもう甘みがあふれ出す。もう最強。もうほんと高級魚のはずこいつで、食べるところになるとカメラマンがなぜか嫁ちゃんに交代してるという、そして味見をするという。どうでしょう。うん、うまい。間違いないね。間違いないやつ。また今日ちょっと厚めに切っとうけん、特に食感が美味しい。で次はこの松笠揚げ。これが全部横立ってるね。でまず失敗なやつ、これからいってみようか。ん？聞こえるかな？このサクサク感。ね、もはやもう鱗じゃなくなってるね。天然のパン粉的な。うんうん、甘いね、うん。もう味がついてるパン粉。で、今度ちょっとこんなもんの方、うん、これがね、こう成功わかる、はい、映ってる、うん、映ってる、映ってる、ね、これをほんと鱗が完全に立ってる、うん、立ってるやつ、うん、これをね、うん、聞かせていいのかどうかね、親父の咀嚼音とかね、うん、まあ、うまいよね。これ、まあ、何の味もつけてないけどね、やっぱりもうこのこのもう身わかる、ね、あんなにちっちゃいのでもね、こんなに肉厚でね、もうふわふわした白身、もうほんともう上質すぎる。もう本当この海の中で一番いい女的なね、
一番の美人、一番の推し麺的なね。ほんと美味しい。こいつこの片栗粉つけてるやつ、これがどんな感じか。ん、あ、やっぱり片栗粉つけちゃうと、つけちゃうとって言い方おかしいか、つけてると水分が逃げてない、だから身がよりふわとろふわとろ。これね、松笠揚げもいいけど、ムニエル的なやつの方が俺多分完全に美味しいかも。うろこつきムニエルは、うろこはそこまでカリカリにならないから難しいかも。もう、うろこなしムニエルでもいい。でももったいない。まだいい。分かる、この水分が残ってる感じ。ふっくらしてる、とっても。ね、えぐ。うん。感じで、まあ非常に美味しくできたかなと思います。まあもちろん魚の素材、これの美味しさがほとんどなんですけど、まあ、たまにはですね、こうやって自分で作るのもいいかな。でも嫁ちゃんの料理の方がもっといいです。あのやる気さえあれば、あの魚はさばけます。やればできる。まあそんな感じで、今後もまたいろんな美味しい魚を届けたいと思います。それではまた。